こんばんは、キモンさんです。河村の物語パート4やっていきます。さあ、今日がですね、9月30日なんですね。9月ももう終了ということで、早いもんでね。この間年明けたと思ったらもう9月おしまいだよ。どうしたもんかってことで。いや、まあ、いやはやもうしょうがないですからね、やっていくしかないんですけども。そんなことよりもね、実は明日から僕はちょっと福岡に、明日からというとあれですけども、これが投稿されてる頃には僕はもう福岡にいます。ちょっとね、親友が結婚するっつってよ。で、それで、それのなんか、ね、結婚するからちょっと見に行ってやろうってことで、福岡にいることでね、このパートから4パートですかね、4日ぐらいまでは多分おそらく、ため撮りをひたすら出しているはず。出してなかったらごめんなさい。出してなかったらごめん。さあ、そんな中で、代打でまた河村が必要と。いや、チャンスできたな。ここは打たねばって感じですけど、そんなことよりも福岡の話したいんだよな。福岡行くのよ。福岡行っちゃうのよ、私。嬉しいんだけど、福岡で何やればいいか分かってないんだよね。福岡何があるのって感じだね。全く決めてないんですよ、福岡。本当に。うわー、ちょっとダメだな。プロスピの良くない癖が出てる。プロスピをね、最近毎日やってるんですけども。お、これはちょっと潜在中だな。たまに来るんだよな。こうやってなんか、ダラダラ喋ってると。さあ来ました。いよいよ一軍で初のさよなら男の登場です。さあ、対する投手はモイネロということで、何を狙っていくかって感じだね。正直モイネロから何か打てる気がしないけども、やっと発動したから使おうや。伝説のさよなら男。こうな、ここをパコンっていきたいんだよ。打つしかね。はい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 、ストレートね。ストレート狙うか。ああダメだ、プロスピの変な癖が出る。ダメだ、プロスピの変な癖が出た。くぅ、じゃあプロスピのね、合わせ方しちゃったね。今プロスピの合わせ方とね、パワープロの合わせ方違うのよ。くぅ、やっちまった。これは大ピンチ、大ピンチです。むしろ、いやー、やっちまったな。まさか、まさかそのさ、初めて1個目でこれが来るとは思わないじゃない、こっちもさ。そらこっちもびっくりしますよ。いやー、びっくりしたな。ストレートだな。ストレートを狙い撃つ。いやー、ちょっと難しいね。久々に来たと思ったら。やっぱ突然来るもんなんだな、こういうのってね。突然来て突然去っていく。台風と一緒ですよ。台風来てるんですよ、今。本当に。台風も来てるもんだね。その台風来てるから、そのことにも触れたいし、福岡のことも触れたいし、パワープロにも触れたいし、もうちょっとやりたいこと多すぎる。やりたいことが多すぎる。どっちから触れる？台風から触れる？まあ結局同じなんですけどね。台風が鍛えるもんだから、飛行機が飛ぶかどうかみたいなさ、問題が、ちょっと全然出ねえ。っていう問題がね、ありましてね。まあもう、多分今日の段階ではなんか飛びそうなんで、大丈夫かなと思ってるんですけど、ちょっと待って、本当に。びっくりするようですね。勘弁してほしいね。いや、それよ、本当に。本当にそれよ。ノーヒット。ちょっとやっちゃいましたね。完全にやっちゃった。まあでもしょうがないな。もうこんなもんどうしようもねえから。どうしようもねえから。どうしようもねえからよ。いやー、プロスピーをやったらパワープロも同じぐらいないとダメですね。やっぱね、合わせ方が微妙に違うんですよ。やっぱりプロスピーとワープロって。プロスピ、なんてかね、感覚的な表現になるんですけど、プロスピってね、待つのよ。パワープロってね、なんか合わせる。なんか感覚なんだけど、マジで。俺の感覚なんだけど、パワープロはもう反応して打つ。プロスピは待つっていう表現が多分俺の中で一番しっくりきてる。その今、待つっていう打ち方をちょっとしちゃってるから、合わせるっていう打ち方をしないといけない。これがね、できるかどうかよ。突然ですから、本当に。本当に突然。まあ、ミートで打っちゃいいんだろうけどね。打つか、ミートで。ミートで打っちゃそれはいけんのよ。やってもミートで。パワープロやんないとな、プロスピ。こうやってね、こうなったりするのが、プロスピの打ち方なんですよね。こういう風に。で、これが、パワープロの打ち方になると、一瞬時に食って合わせるんですよ。そう、ちょっとね、ちょっと本当にずっと感覚の話をしてるんだけど、ずっと感覚の話してるから、わけわかんねえよって言うかもしんないけどさ。ああ散々だ、くそ散々だ。
開けて2000とも打ててないの恥ずかしいな。ちょっと恥ずかしいですね。まあまあそんなことはもうしょうがないですけど、まあここはもうしょうがないからもう何も言わないけどさ、2だ、やった、嬉しい。ホークスマジック34でさ、で どっちもうどっちから話していいか分かんねえな。福岡行く話とかする？もう分かんねえからさ、福岡行くんだよ。福岡でさ、その何があるのかも知らねえんだ俺、正直。福岡にあんまり行ったことないから。長崎出身なんで、その福岡に何があって何の楽しみがあるかも分からないですよね。でも本当にその欲の話ですよ。もう本当にもう最高の欲望の話。結婚式がある前々日前乗りするんですけど、僕は明日3日に結婚式なのかな、あんだけど、そこでね、1日はくそ1日は友達とまあ飲もうと、新郎と飲もう。来た、またさよなら来るんかい。結構ここはちょっと集中して打とうや。ちょっとこれちょっともうパワープロ油断できねえな。話せねえぞパワープロなんかやってたら。おい、もうくそ。ゼフ長ティモンさん、はい、ティモンさん、ゼフ長と、ゼフ長ですね、本当にゼフ長です。いやー、困った、こんなとこにゼフ長か、やだな。パート4にしてゼフ長、困ったな。まあそんな、もうちょっと どうするもうパワープロの話するかさ、福岡の話するか、どっちかにしたいの。こっちはどうしたらいいのさ、これどうしたらいいのさ。もう福岡の話したいの、こっちは。その福岡で何やるかですよ。欲を言うと1日にね、その、俺はその新郎と一緒に酒を飲むんだ、俺は。もう本当に昔からの友達だ。うん、幼稚園。もう小学1年生からか、もしかしたらもうすごい親友と言ってもいいぐらいの友達とが結婚するわけですよ。で、一緒に酒を飲もうと。言ってね。酒を飲むことにしたんですけども、まあ、新郎ですから、言っても。まあ、おそらく、その、そんなにはいないでしょ。その、もう、ごすまんと。もう、あの、夜中だから帰るってこともあるでしょ。というか、もう、そんな、深夜まで飲み屋をやってると俺は思わないんだ。だからね、その、なんだろうな。だから、どっかのタイミングで、まあ、多分、8時ぐらいかな、わかんないけど。多分、8時ぐらいに、多分だけど、まあ、解散になると思う。そしたら、もう、8時半以降はよ、もうよ、大人の時間よ。何やろうって感じですよ、本当に。打てるようになった。よし。これ今、この2本は正直、パープルの力できてる。待ってない。合わせに行ってる。いや、そう。そんでさ、残り、その、8時からね、夜はもう大人の世界。もう何でもやろうかしらって思ってるわけで、こっちはもうなんかちょっともう欲を言うとあれよ、もう、ヒーローショーもらっちゃった。ちょっともう欲を言うと、もうちょっとなんならちょっと女性の方とムッシュムラムラですよ。もう、あら、いいですよ。なんだなんだ、あ、かわいい。東美月ちゃん。はい、スタジオにお返しまーす。失礼します。東美月とやった。東美月。ほう。いい女だな。福岡でもこんな女にいいかな。福岡でこんな女とちょっとムッシュムラムラ。そう、できれば、本当にできれば、俺は、その、そういう、ね、ことをやりたいと思ってます。正直な話です。親友と語り合った上でよ。語り合って酒を飲んだ後に俺はできれば、願わくば、ちょっと福岡の女の子と、ムフフな、エッチーなことをしたいと思ってるわけなんですよ。ただ、その福岡で、一体何があるのかっていうのがちょっと私分かりませんから、一体どこに何があるのかも分かんない状態でね、そんな状態で僕は福岡に行くわけですよ。なんでね、なんだろう、その、まあ、変な話、僕はナンパすることもしないです、ほとんどね。うん、東京でナンパしたことは一回もないです。東京でナンパしたことないやつが福岡でナンパするとは俺は思えない。だから俺はその飲み屋とかで飲んでそういう出会いがあればいいなと思ってるけど、そういった飲み屋っていうのはあるのかい。ちょっとあれよ、おー、あれやだ、守備うまい。これあれよ、これコメント欄にこの福岡だとここがいいっていうのをちょっとちゃんと書いてね、書いてくんないと。そのもうなんだ、俺がどこ行っていいか分かんねえから、8時までに8時までに書き込んでください、これ
これが19時投稿でしょう、おそらく19時投稿されてますから、8時ぐらいにこれを打ち込んでくれればこちらも何らかしらの対応が取れるという、そういったことでございます。さあさよならとこう発動しないのに使っちゃったな。そうなのよ、なんかでもなんかやってるから飲み屋一人で、てか一人で飲んでさ、一人で飲んでそういうこと起こるかな。もうお店行った方が早いかな。確かにちょっと福岡のちょっとなんだ、ちょっとしたそういうとこも遊んでみたいなと思う今日この頃ですよね。えやっぱりいいじゃない、そういうさ、もうお店だとしても福岡で遊んだっていう、おい、もうだしょ、おった、すごい意外と売ってるっていうさ、そういうこともさ僕は考えてますよ今ね。ちょっとなんかちょっと良さげなエッチなお店があれば僕も行こうと思ってますし、ただお金はないです。皆さん悲しい話です、お金はないです。お金があればもっと僕もいろんな遊びができたと思いますね。それこそなんかわかんないよ、なんかすっごいいいホテルのスイートルームみたいなのに女を一人呼んで、それでもうやっちゃうみたいなこともできたかもしれない。ただまあおそらくですけどそれもできない。うん、スイートルームを取れるような財力はないと。なんでね、なんか女子大生とか歩いてねえかな、女子大生とか歩いてたら最高なんだけどね、一人で歩いてねえから女子大生が無理か、さすがにないか。さあ、あーさよならじゃねえな、さすがにな。しかしチャンスで来たな。おい、こういう合わせるバッティングがちゃんとできるんですよ。いやーなんか何試合かの不調を経て打てるようになってきた、やっぱりやっぱ長年のパワープロ感っていうのはすぐ取り戻せるな。ほい、本当に代打の神様。オッケー、同点タイムリーを打ちましたよ。うん、ああ、そしてもって今俺は実はあのお酒を飲んでるんですよ。まあもちろんのこと僕はね、あのお酒を飲んでるんですけども、なんとですね、ワインをラッパ飲みします。ワインラッパ飲み中今瓶をもうグビグビいってる今で。なんでね、普段そんなことやんないのにそんなことになっちゃったかっていうと、実はこの瓶のねワインがねちょっと漏れてると同居人から指摘を受けまして、でちょっと確認したら確かにちょっと漏れてて、じゃあもうじゃあこれもう瓶ごと飲んだ方がいいなと思って、でそれで今ね瓶ごと言ってるんですよ。うん、こんなにグビグビワインっていくことないのにね、なかなかその強いっすやっぱり、なかなか笑っちゃうぐらい飲んでる俺。こんな量ワイン飲まねえんだよな、本当に。普段。おいおい、ボーイ、ボイボイボーイ。ご機嫌ですよ、いささか。いささかこちらもご機嫌なご様子でね、あの、パワープレットなんすよ。そらそうですよ、ご機嫌ですよ。ここも関係ねえから、強振するか。強振で打つたら万々歳。うん。まあ。打てたら万々歳という話。打てなかったら打てなかったでしょうかな。そういったもんですよ。野球ってそういうもんだから。いやそうよね、本当にワインこんな飲むと思わなかったな。ちょっと喉でも起こすかって思いながらさ、ちょっとギターなんかつまびきながらさ、ギターをポロロンポロロンとつまびきながら、ワインの方をラッパでグビグビといかせてもらってるんですけども、ちょっと若干余裕も回ってきて、楽しくなってきたここ最近。でもいいね、なんかこういう日があってもいいよね。福岡に行く前日はこんな日であって欲しいよねやっぱりね。うん、ため撮りをしなきゃいけないなっていうのもあるけど、やっぱりこのほろ酔いながらねゲームっていうのはやっぱりちゃんと楽しいですから。もう見てる人からしたら19時に何やってんだって思う話なんだけどまだ19時だぞティモンさんと、そんなねもう深夜みたいな飲み方してて大丈夫かと思うかもしれませんが、知ったこっちゃないね。こっちはもう全然もう深夜テンション、もうずっとそうですから、永久によ。止まんない止まんない、お酒が止まんねえ。いやあ、明日の今からこの時間何してんだろうな。なんか明日の今頃何してんだろうなって言ってたら、多分本当にすごい変なこと起きてたりするんだよなこういう時な。なんかわけわかんねえとこに連れてかれたりとか、意外とそんなことしてるんだよなわけわかんねえ人についてってわけわかんねえ部屋にいたりするんだよな、怖えな。それはないように気をつけよう。そして代打でちゃんとヒット打てるな、絶好調ですよ。いやー本当なんかマジで本当に楽しみなんだよな。楽しみなんだけどさ、その
誰が来るか知らないねこっち結婚式の、 あの向こうっていうかさ、その友達誰呼んでるかも知らないから、その誰が来んだろうなっていうドキドキがあるんですよ。それがねちょっと楽しみ。その俺の親友の中でこいつは誰を呼んだんだろうっていう。でもあのその結婚式ってさ、これあるあるなのか分かんないですけど、人によるんだろうけど、高校生以降の友達呼ぶこと多くない？まあコロナ期間だから人ってあんま良くないかもしれないけど、なんかイメージなんですけど、なんかね、あの高校の時の同級生を呼ぶ人が多いなっていう印象があるんですよ。小中呼ぶ人いないよねっていうね。でもその俺の親友が小中の同級生めっちゃ呼ぶ可能性はあるんですよ。全然高校の同級生呼ばれちゃったらもう俺もかなわんからかなわんのよ。あーでも大丈夫だな。高校がね、その親友との高校がねちょっと近かったんですよ。結構近くて、俺の行ってた学校とその親友リュウジって言うんですけど、リュウジのね高校が結構近くて、でお互いの学校のなんか噂とか流れてくるぐらい近くて、それであの高校時代のティモンさんがもうあのヤバすぎるっていうことで一回噂になって、マジでその切れたナイフみたいなやつがいるっつって切れたナイフ、本当にそのもうバケモンみたいなやつがいるらしいみたいな噂だけが先行してね、ちょっとね向こうの学校でも多少なりとも有名だったらしいんで、あのティモンかってなる可能性がちょっとあるんですよ。それにかけてみようえ、あの一回あったんだよな、なんか一回昔あったのよそれ。なんか結構高校卒業したてぐらいの時に、そのその学校に行ってた別の友達だから、俺のその親友の親友というか、まあもう名前はリュウジって言うんですけど、そのリュウジの行ってた学校に一緒に行ってた友達がなんかバーベキューを開いて、俺参加して、でそのなんか、あでも高校の同級生ばっかりやけどいいみたいな言われて、あいいよいいよって言って行って、で俺もほんと知らない人の中に俺一人ポツンって入ってさ、であでもティモンですって挨拶して、そしたらその向こうの学校の人、学校っていうのも卒業してんだけど、向こうの人が、あどうもティモンさんみたいな。でそしたらもう名前聞いて、ティモンさん、んティモンさん、あれティモンさんってあれっすよね、あれやらかした人っすよねみたいな言われて、あーまあそうっすねっつって、うわあの人なんだって言って話が全部通じたことがあったんですよ。なんかあれですよ、なんか校長室の前の絨毯全部ひっぺがして盗んだったら本当ですかみたいな話とか、なんかすごい変な噂ばっかり流れてて、なんかあの先生の職員室に爆竹投げ込んだって本当ですかみたいな、まあ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 、その半分俺のじゃない噂もあったんだけど、まあそれで一回ね話が通じたことがあったんで、その感じで明日も行こう、明後日3日も行こうと思います。楽しみ楽しみだね。それよかさ、その話をさ俺してたんです、この間飲み屋でさ、今度結婚式行くんだよ俺っつって、ティモンさんそうなのみたいな、ティモンさん結婚すんのうへへへへみたいな話をねずっとしてたんですけど、飲み屋でそれしてたら、欲を言うと俺はちょっと知らねえ女を抱きてえと、本当にその結婚式に来た知らねえ女抱きてんだけどみたいな話をしたんですね。したらその一緒に飲んでた人が、いやもうそれは絶対行けると、なぜなら結婚式の二次会っていうのはもうそういった場所だということを言われてね。で俺結婚式の二次会で実は俺参加したことなくて、でちょっと今回初参加なんですよね。だからその結婚式の二次会っていうのが実はチャンスなんじゃないかと僕は睨んでるんですよ。その新婦側の友達とかね、新婦側の友達にドエロい女とか来ねえかなと思ってるんですよドエロいぞみたいな、なんだこいつはドエロいぞみたいな、シンプルに目立ってるぞみたいなドレス着た女とか来ねえかなと思ってさ、ほぼおっぱいじゃないかみたいな分かりやすく、でもちょっと今すごくね思ってることがあるんですけどね、その二次会で現れたもう一番おっぱいが大きい女に話しかけてみようと思ってるんですよ。僕は今ね僕は今そういうことを思ってる。その二次会に来た一番おっぱいの大きい女に話しかける、そう思ってます。そうしたらなんかその
話が早いかなと。話って早い方がいいじゃん、遅いより絶対話って早い方がいいから。もうおっぱい大きい女はエロいだろ多分。もう俺は今までおっぱいが大きくてエロくなかった女は見たことないから、おっぱいが大きい女っていうのはもう問答無用でエロいんだと。もう全国つつうらうら、もう問答無用でエロいんだと、そう思ってるんですよ僕は。楽しみだね。おお、これはエラーか、ヒットになるんだ、やったー、打点もついた、ラッキー。今のヒットになるんだな、これエラーでもいいと思うけどな。まあいっか、ラッキー。3安打2打点、ふい。うん、でもバッティングの勘が戻ってきたね。はい、3安打。さあヒーローです。なんと本日ヒーロー、なんかこういうつもりじゃなかったんだけどなヒーローになるつもりじゃなかったんだけどな。ゲイモーダショー、出番なかったぜ。はいよ。さあ本拠地だけはねプレイして、いやー本当にさ、その二次会だな、やっぱり二次会でどう話をつけるかだな本当に。でも俺二次会が何があるかも知らないんですよ俺は。なんか普通に食事会なのかな、とか二次会ってやんのかなこのコロナ禍で。二次会がなかったらもうおしまいですよ、手は尽くした上で積んでますよ。二次会がないですってなった時もうその手が打ちようがない本当に。もう泣きながら風俗行くしない本当に。泣きながらナンパしようかな。うわ目がぶれた。なんか喪服なんだ、喪服っていうか礼服なんだよな俺な。なんかかっこいいスーツじゃないんだよな、礼服着ていくからさやっぱり。そんなことよりね楽しみなのがね、明日ホテルに3泊するんですよ明日から。ホテル3泊がちょっと楽しみなんだよな。絶対いいでしょホテル3泊。あ、絶対ホテル3泊綺麗でしょ。で博多から程よく行ける温泉ってあんのかな。もう温泉行きたいんですよねもうマジで。そっか、温泉で話しかけるという手段もあるぞみんな。なあみんな、なあみんな、ティモさん考えた、温泉で話しかけるという手段もある。でも一人で温泉に来る女っている？ちょっと待って、積んでないその作戦も。ちょっと待って、全部で積んでる気がする。オール済み、今全済み、今全済みしてる今。どうしよう、やばい、考えうる限りの作戦が全部積んでる。どうしたらいいもんか今。困ったなえ？お、レギュラー。あ、レギュラーなった。希望ないっす。はい。なんかレギュラーになりました。早い。ちょっと待って。なんか順風満帆だ。なんか順風満帆な生活になっちゃった。はいと。レギュラーになりました。やったね。はい。チームが本当にパワーアップ。9番、サード。やっぱサードなんだな。いやー、ちょっと待って。まあ、レギュラーだ。レギュラー、あの、これ、ってかさ、河村物語は、それどうしてく？その、俺がただただ思ったことをだらだら話すというのが、やっぱ俺は基本的に好きなんだけども。さすがに野球に触れるか、ちょっとな。ちょっと触れた方がいいよな、これな。レギュラーになりました。ありがとうございます。いっぱい打ったから。いっぱい打ったからレギュラーになれた。しかしさよならがまだ打ってない。年間3本打ちたいと思ってるんだけど、年間3本打ちたいんだけどな。やっぱりさよならってもう分かりやすくホームラン打つのが一番多分出るんだよな。ホームランをめっちゃ打てる選手にしたくないんだよね。なんかそれだったらもう強打者物語になっちゃうから、河村物語じゃなくて強打者物語になるのはちょっと嫌なんだよな。よし、俺は国保哲也がいいんだ。俺は今のロッテの国母みたいな話を作りたいんだけど、国母でよかったな。じゃあもう国母の一番の能力のピークの時っていつだったっけな。なんかミーとシーぐらいあった時期あったよね。ミーとシーであとイーだった時期あった気がするんだよな。ちょっと福岡の夜は楽しみだな。どこ行きゃいいんだろうなマジで。どこが一番いいのかな。なんか気分が明るくなってきた。なんかわからんけどテンション上がってきた。もう動画もそろそろ終わるというのにテンションが上がってきた。
どこ行ったらいいんだろうな、本当にな。楽しみになってきたな、なんかな。5打数2安打。なんか打ってんな。なんでこれで打てんだろうな。3打数ノーヒット。それでいいんだ。3打数ノーヒット。それでいい、それでいい。お前が3割残してるのか、俺は意味がわからん。レギュラーシーズンで3割残す大卒ルーキーは来年絶対活躍できるもんな。てかレギュラーになっちゃったな。まあレギュラーなれるならなった方がいいんだけど。本当は俺は2割8分ぐらいうろうろしたいんだよ。本当は。本当はね。はい。調子上がんねえかな。これ作動しないけ、これ。ゼフ長って。まあ、いっか。さよならヒット打ちたい。とにかくさよならヒットを打つことを目的とした前略だから。やっぱ人々の記憶に残っていきたいよね。にしてもあれだな。ワインをラッパ飲みはちょっとしんどいな。なんで俺はこんなことやってるんだろうな。まあさん、ちょ、ミートクソちっさ。これでホームランとかヒット打てると思えんだけど、強振で。やってみるか、いっぱい。一回やってみよう。これで打てる気がしねえな、マジで。ミートこれどのぐらいだ ?F か E、G ぐらいか。G はちょっとないか。F ぐらいかな、これ。俺さすがにこれでヒット打つ技術ないな。どんだけ集中しても。ファールにはできる気がするんだけど。これでヒットは俺打てる気しないな。うわぁ。普通にタイミング外れたな。スラーブ持ってたんだ。そうか、マー君スラーブになったのか。そうだ。TC のイメージがね、すっごいあるんだよな、まだ。スプリット5とかの時期。投げました。打ちました。うん。ファールにはできるけど、これでヒット打てるとは正直思えねえな。やってみるか。投げました。打ちました。うん、ミートならヒットだな。ミートならヒット。ディクソン。なんかわかんないけど金髪のやついる。ディクソン見てみよう。ディクソン、ほら、うん、ディクソン、あれこんなやついたっけ。ん、マイライフオリジナルかにしてはでもサブポジつきまくってんな。あれちょっと俺マジでパリーグをほぼ見てないからわかんないけど、ディクソン知らねえな。 いないよねこのやつ。いたっけ。え、いた？いないよね。あ、いるわ。ディクソン、ライデン、ブランドン・ディクソン。全然いたわ。全然覚えてなかった。もうダメだな。俺もう今年野球ほとんど見れてないんだな。でもディクソン、まあ、多分出てないもんな、ディクソン。あ、7月に、あ、特大ホームラン打ってる。ダメだ。もう全然覚えてない。7月頃見てなかったな。ダメだな。本当に野球見れてないんだな。セリーグしか見れてないわ、本当に。なんかもう最近その、もう大人だって分かったんだけどさ、昔セリーグもパリーグも見てたんだけどさ、大人だって分かったわ。その、セリーグとパリーグ、どっち見るって聞く人いたんだけど、どっちも見るでしょと思ったけど、もう見れねえわ。時間ねえわ、マジで。カープの試合ぐらいしか多分興味というかもう見れてない。セリーグしか見れてない、本当に。順位とかさ、だからパリーグの順位言えないだろうな今俺。ロッテとオリックスでしょどうせ。もう分かんなくなってんな。楽天3位だっけ。ダメだな、やっぱ見ないといけないな、やっぱりな。野球は野球見ないといけないんだよなこれはな、多分。ほい、あー、野球見てる、野球場行きたかったな。今年も行けなそうだったな。そんちゃほん。おい、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 セーフ。ディクソン、覚えた。しかしあれだな、さよならを発動しないな、やっぱりなかなか。右打ちね。いやらしいほどの右打ち。右打ちしかしないと思いきや、ちゃんとレフト方向に持ったりするから、本当に嫌なバッターに育っていくんだろうな、こいつは。まあ、操作してるのが俺だからな、言ってもな。こんなすぐ2安打。11試合連続。すごいな。お、2位だ。あ、マジック10。まあ、ちょっとさすがにリーグ1位は無理だろうけど、ちょ、あれだな、さすがにあれだな。ちょ、勝ちたいな。2位は取りたいね。打率3割4分6厘か。ちょっと打ちすぎてんだよな。ちょ、サヨナラだけプレイしてんだよな、こっちはな。サヨナラの時にだけプレイする設定ないかな、これ。
出番設定で無理かな。まあ、ホームだけプレイするって考えたらまあまあそれなりの縛りか。しかし伝説のサヨナラ男1年目からサヨナラ打ちたいな。やっぱりサヨナラの申し子みたいな言われ方したいもんね。やっぱりね、もう1年目からサヨナラヒット打ってましたよみたいな、彼はみたいなことは言いたい。うい、切れるよ。でもやっぱあれだな、圧倒的にやっぱ違うな、このパートを始めた最初とバッティングのやり方が。こういう打ち方してたもんね。そう、あ、ツーストライクでしたすいません、ツーストライクでした。ごめんなさい、ストライクカウントを間違えました。ほい、そう、こういう合わせに行くというか、待つっていうことを、待つじゃないんだよな、パワープロは。なんだろうな、なんか、なんて、もうでも、プロスピアはもう待つとしか言えないんだよな、表現。パワープロはもう合わせる、こういう風に。感覚だけどね、もうパワープロもプロスピアもどっちもやる人は、感覚分かってくれると思いきや、ここもサヨナラだ、来た、ここは行きたい。強振なのかな、いや、ヒットだろう、でも、サヨナラ落ちてんだよな。ってなると、もう、なるとこうか。いやでもチームのためには、ここ首位争いしてるチームのためにはこうか。まあこうだろうな、強振するか、さすがにど真ん中へ。まあ、よし、あー、なんでだ、変えられたか。うーん、さよなら行きたかったな。まあまあチームのためにはこうか、やっぱチームのこと考えないとな。よし、じゃあ今回この辺で終わります。それじゃあまた次回お楽しみに。さよなら、さよなら、さよなら。